確かに。すげえ。これようよう考えてみたら4人でやって1人しか当たらないじゃないですか。これ罰ゲーム2つしか用意してない。そうやね、まあ、そうやね、まあ、じゃあこれは企画力しゃあない、しゃあないの、うん、これは遠征してきたから、遠征ね。あー、それいい話だね。初の、初の大阪のコラボ撮影、はいはい、ハローワールド。おー、座りながらメジャー YouTuber。 もう暗いな、暗いですね。おぱきゅうです。はい、来た来た。はい、どうもと、ハロー、アメマスです。そんなやつね。はい、ゴム、はい、ストップ、ストップ、ストップ。はい、てな感じ。あの、アメンボからした。はい、おまつです。はい、トータです。おまつです。おまつです。え、はい、おろ、おろ、おろ、え、おろ、あ、ちゃうわ、ちゃうわ、ちゃうわって何。どうも、おぱきゅうジュニアです。あ、違う、結構大きい、結構大きい。どうもジュニアのが大きいっていう。マリオルイジタイプね。はい、まあ、本当に言ってるの。おぱきゅうジュニア、おぱきゅうジュニアです。あ、こいつ去年のチームメイトで、はいはいはい、もう射程みたいな感じで。なるほど、はいはいはい。さっき言ってましたもんね、足って。友達、足って。でもこいつ友達。一応、一応、ね、ポジションの話してたのに足言ってたから。こいつの名前チャウワって言うんで、皆さん、うん、多分ちょいちょい出るんで。あ、ていうか待って、オパキュ大阪来ました。これ実は大阪なんですよ。はいはいはい、こんな暗い、いい感じの。でこれね、マジでね、はい、声に対にして言うなら、この暗かったら、ちょっと第二世代に言われるし、なんなん。何を言いたかったの。何言いたかったん。自分、もうちょい顔見してあげたいなと思って。朝のチャンネルに。アッパアッパアッパ。はい、男前で言ってるんで、ごめんなさい。自他共に認める。はい、皆さん、アメンボプラスさんのチャンネルに行って、じっくり翔太さんと話す動画を見てください。はい、はい、で、今日はですね、はい、何やんの。本当は、本当ならば、このいる翔太さんと対決をしようと思ってたんですよ。そうなのよ。もう翔太さん、マジバッティングいいんで。いや、これね、おぱきゅうさんにやるのめっちゃ嬉しいですね。お前見た？目立つ、見た。絶対嘘。ガチガチガチ。じゃあ何の動画、何の動画。何？え？あー、いけない。それあかん、それあかん、それ投げ切れてへん。ちょっと、アシさん頼みますか。アシさん言ってるんすよ。言ってる、言ったようなやつある。ある。けど投げ切れてへん。終わった、終わった、終わった。アシさん頼むんすか。アシさん、アシさん、えぐい。なんで。アシさんね。で、もうこんな翔太さん、もう素晴らしいバッティングする翔太さん、今日という今日に限って首をやっちゃったんすよ。ほんますみません、ほんますみません。言い訳よ。もう言い訳と思ってください。いや、ほんま、いや、ほんま逃げてるだけ。流れの時やの、僕が言う。逃げてるだけ。いや、もう、あのな、昨日寝る時に、待って、明後日おぱきゅうさんと勝負やん、首かーいってよし寝ようみたいな。おいで、もう今日はもうそこにあるね、スーパーでこれ買ってきましたよ。じゃーん、じゃーん。サムライジャパン。全部一箱買ってきて、はい、これだけ全部一箱、全部一箱、一袋、一袋ね。一個、この1枚をかけて、うん、この4人で、うん、44人いるんですよね、これ44人。稲葉選手から始まって、稲葉監督、監督さんやね、ごめんなさい。監督や。始まって、吉田正尚選手まで、はい、はい、全部44人いるんですけど、まあ、その中で3人、はい、ドラフトして、うん、もう先にこれ3人当たるんですか。いや、3人だから確率的に予想、うん、3人予想言える、ね、そうそうそう。チャワさんは予想はしてない。チャワさんはもう参加すると。お前する。いや別に僕どっちでも。バスゲームがあるなら参加してほしい。どっちかって場合に参加するんですけど。で、まあ当たった人は、はい、オッケー。オッケー。そりゃそうよ。そうや、そりゃ OK。 で、まあダメだ、まあ、ダメだった人、はい、全部外した人、はい、で、うん、キラも何もちょっと予想できなかった人、はい、うん、は、もうね、これはオーパーキュードリンクの登場です。オーパーキュードリンクです。はい、めっちゃあるもん、ここに卵、はい、卵と準備したね、もうプロテイン。うまそうか、これ卵。、はい、で、これコラーゲンのやつ。何コラーゲンで、これがうまそう。ゼラチン。これがうまそう。何これ。これゼラチンは、まあ後でやりましょう。はいはいはい、はい、てな感じで、早速ドラフトしていきます。順位のよ、予想の順位もあるんですよ。1位、2位、3位。あ、適当適当適当。もうだから1位の方がいいとかないの。1枚しかないからもう何でもいいわ。例えば3位で選んだ人と僕が1位で選んだ人と僕の勝ちとか、そんなもんな。あ、そうしよう、そうした方がいいよね。あ、いやいやいや。でも2つしかないから、プロテインも、はい、負け2人。
でしかも水ないし、うん、卵で割るしかないから、うん、めっちゃ固体やん。もう完全固体じゃないですか。飲めんのそれって。やったことあるの？ある。あ、あるんですね。美味しいから。ああ、いけんのやったら OK。 はい、あの粉は多分混ざらんと思うけど。はい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 、ってな感じで。じゃあ翔太さんから3人選んでください。なるほど。これここは見てもいいの？これ見て選びましょうよ。でも自分じゃあもう3人いっちゃいますね。はい、いきましょう。3位、お吉田正尚選手。おい、え、3位とかでやんねんの結局？いや、やんないです。ねえ、聞いてへんよねこれ。聞いてない。トイレ行った？トイレ行ったよ。ずっとおった。3人普通にいてくれたらいいから。あ、俺が3人言うか。吉田正尚選手、西川春樹選手、かっこいいね、柳田悠岐選手。なるほど。うわ、やっぱ全バッターだ。全部素晴らしいバッター。ほな僕いいですか？はい、森友哉選手。おーい。岡本和真選手。おーい。そして稲葉監督でいきます。あ、うわ、俺すごい狙っとった。俺狙ってそうやったから。狙っとった俺。さっきだって稲葉選手だけで稲葉監督が言ってくれた。あれごめん、伏線は思ってた。はいはい、よし。じゃあオパキューは、うん、もうね、今永選手ですよ。なるほど。今永、僕一回一緒に練習したことあるんで。マジっすか？独立リーグ行く前に。えぐいね。すげえすげえ。もうほんとすごいっすよ。意識は全部変わる。多分その話した方が動画伸びる。これこれやらんと。話とかいらん。いや、これ大事だから。あ、なるほど。大事だから。まあまあそうやね。はい、まあ、とりあえず、まあ、そういう話は、まあ、いつかなるんで、まあ、まずはチャンネル登録しましょう。はいはいはい。で、高橋礼選手。あー、じゃあ。はい。あとは、甲斐キャノン。なるほど。バズが張ります。いいっすね。はい、チャオさん行きましょう。チャオさん行きますね。チャオ入ります。チャオは行きます。一人目、おオパキュー選手。え、なんでどういうボケ？え、顔が。なんとかして、なんとかしての顔してる。これはどういうことですか？カットで。一人目行きます。はい、ですね、浜口雄大選手。はいはいはい。一人目雄大選手、春人さん。確かに確かに今思った。完全にあの僕の後輩と名前、僕の後輩の名前言う。いや何言うてん、それ絶対突っ込めんじゃないですか。大学の後輩。ボケ。いや、ガチミス。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 絶対。それは浜口選手。浜口選手いきますよ。恥ずかしいわ。二人目、山本由伸選手。はい、いいね。三人目、小林誠司選手。なるほど。ピッチャーピッチャー。お前こっちの列しか見てないやん。いや、それ置いといて。今発表。え、じゃあ早速行きます。いや、もう行きましょうよ。気になるね。お笑いスポーや。うお、レッツゴー。めっちゃ光ってた。え、ああ、キラキラすか。え、まずこれすごいですよね、キラは。多分キラ。待って、まだみんな。ほら、まずこの。あ、キラやわ。ほら、このキラ、見えます？まず、で、ポジションはキャッチャーです。キャッチャー、キャッチャーおらんよ、僕。お、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 あげて。じゃあ、皆さんからいいですか？あ、そうですね。そうですね。僕、まだ見てないですよ。誰だ？柳田選手。いきますよ。あ、みんなも見てんのか。でも見てない俺まだ。あ、皆さん見た。オッケー、せーの。おい、誰キャッチャーバリ海田君。え、海選手や。やったー。ほんまや。一瞬俺にも一瞬、あ、望みやるんだもん。やったー。え、マジや。当てよった。やばった。いや、これは素晴らしい。最後大会の。これはちなみに誰がアウトなの？ほんまや。3人。どう飲むの？奇跡ミラクルレベルマックス。もうどうでもいい。今どうでもいい。普通に考えてもいい。いや、まあ嬉しい。44分の1の男。まあそんなや。確かにすげえ。これようよく考えてみたら4人でやって1人しか当たらないじゃないですか。これ罰ゲーム2つしか用意してない。そうや、そうや。まあれじゃあこれは脚力しゃあない。しゃあないの。
これは遠征してきたから遠征ね。ああもうそれいいかもしれない。初の大阪のコラボ撮影、はい、嬉しい。ハイバスガスやふわっってな感じで、飲むんすよね今から。はい、てか被ってもよかった、よかったですよね選手が。はい、そうね、今すみませんけど、まあ、それ反省ですもんね、うん、まあそれは判断ミスです皆さんの。あー僕らのミスか。だから皆さん一個ずつ卵を入れていきましょう。はいはいはい、皆さんまずは今日のオパドリンクです、はい、皆さんまずはプロテインを準備してください。はい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 、ここからがオパなんです。これはまあオプロテインは普通だもん。今日は水はありません、エッグ入ります。皆さん2個ずつ割って入れてください。入れてください。今回もねチャウバじゃなくてアメンプラスさんにお願いします。まあそうよね、はい、入れてもらいます。気持ち悪い。翔太さんもお松さんも栄養が大事なんで、特にこの時期風邪をひきやすいね。皆さん風邪をひかないように。まずはなんか体調崩すやば、うん、じゃあまずは皆さんに。え、ちょっと嫌になってきた。嫌やろ、ほら素敵だ、見てくれ。さらにここからがオパなんだ。これオパはどっから来てるの。さっきからけどオパって何。ほんまにオパ級のオパっすよ。分かってるんですよ。でもなんかこっからオパなんですよ、うん、っていうか何のオパなんかな。今日はこれじゃーん、ゼラチン。でこのゼラチンどういう効果があるか、まずは栄養を見てみましょう。タンパク質 4.6g。 おっ、いや分からんけど、これプロテインでなんか1杯20何 g とかですよね。はい、それプラス4g。さらに卵も入ってるんでタンパク質も卵やばいと。はい、しかもこれうわすげえ、コラーゲン 4600mg。 それ肌良くなるじゃないですか、切れられますよね、関節も強くなります。なるほど。誰にやったんだろう。で今日はこのゼラチン1袋ずつ入れてもらいましょう。はい、粉なんですね。粉っすよ。ちなみにゼラチンは粉がまだ混ざってへんのに粉入れんの。どういう状況なんこれ。あ、一回混ぜますか。え、いやもう入れちゃった。いいっすよ、もういいっすね、いいっすね。いきましたよ。今このゼラチンが入った状態がこんな感じですね、今日のオパドリンク、うん、さらに今日はここからいきます。さらにコラーゲンです。これはですね、はい、ベリーレモン味。うん、そうだ、めちゃくちゃ美味しそう。の、なんすかジャンプとコラーゲン。コラーゲン、これまた粉すか。粉す。え、マジでここが捕まるっすね、マジで。マジで。っていうかさ、アウトやん。粉すってだけじゃん。お前危ないで、これ捕まんねえ。ほら粉吸い切り、いきます。入れますね、オパのさじ加減で。はい、はい、多分味は知りませんわ、もう、はい、皆さん、これを。え、待って、めっちゃいい匂いする。うん、あの、そのレモンなんかあるっていう、まあ、一番上の粉の匂いしてるだけやこれ、シェイクしちゃっていいですか。はい、オパシェイク、オパシェイクって。さらにこれ、いきますか。いりますか。いらんよ、これ。いらんよ、そんな言われたら、入れるやん、でも何を。ええのおかおはい、シェイクシェイクシェイク。これなんかいい音だ、感じないいい音だ。ちゃんと混ぜへんとさ、ほんまに死ぬやつじゃん。うわ、気持ち悪っ。え、これだって見てください、この色味。いい色だ、すごい。みんなもこれ飲んだ方がいいよ。なんでかっていうと、もうタンパク質とおい、お待つタンパク質とコラーゲンはもう野球選手ととってやもう絶対大事なんで。え、嘘、何してんのマジで。めっちゃ漏れてるやん。ほんまに今漏らした。なんで俺なんすか。変な瞬間持ってきた。なんで俺。いただきますね。え、いいの、もう行っても。行っちゃってください。あ、ちょっと行く行く行く。見えてる。あ、見えて。あ、けどちゃんと。あ、でもいい色してますよ。水分にはなってる。一応水分にはなってるよ。めっちゃいい匂いするんだけど。じゃあ皆さんちょっとこの辺でちょっとかませてください。はい、奇跡、2人や。乾杯。飲めなかったらチャウバが飲むんで。もうオパキュー買ってるからね。どうですか、オパキュードリンク。わあ、いいね、おまつさん一気飲み。おっとぼけやっていいわ。いいね。これがオパキュードリンク、素晴らしいっすよ。どうすか、ソーダさん。なんかドロドロ、なんか粘土飲んでるみたいな感じでスライムみたいな。うわあの、今までで、はい、一番まずい。あ、嘘、ほんまにそう。今まで入れたもので一番まずい。これね、あの飲み物として。あ、飲みます。いや、ちゃうのよ、なんかその味じゃないまずさ。何これ、もうなんか液体でも固体でもない。そうそこないの。めっちゃ気持ち悪い、マジで。ほんまになんかきっしょい生き物の腹を。あー、わかる。入ってなんかドロッとしたの悟空みたいな。ほんまにそんな感じ。おっぱいいただきます。はい、もう飲めよ。じゃあ、飲みます。
今ほら今眉間しわ寄ったよ。いやもうね入ってくるこの感じ。うん、どう。味じゃないまずさね。分かるでしょ。味は悪くないわ。あのそうね。そう味悪くないの。そのレモンの感じから余計気持ち悪いよなんか。味はいいわ。入ってくる感じがこう。なんかこうスーッと入ってくるじゃないですか、こうなんか一歩一歩入ってくるみたいな喉からじゃあこれね水があったら美味しいかも、うん、そうほんまにこの感じが気持ち悪いのめっちゃいい匂いめっちゃいい匂いするんですよ。そうだから多分このあのさっきのコラーゲンとあとそれオッパキュージュニアいただきます。いやジュニアちゃうわ早くめちゃくちゃ気持ち悪い足らんと炭酸よしばしば要素ないよ僕全然いけるっすか。その感触も全然マジか。この感じ分かんないっすか。分かる。なんか底なしのなんかすごくないこうあのちゃんとわし掴んでくんの喉を、うんうんうん、うわぁ気持ち悪い。なんじゃここが気持ち悪い。じゃあ残り一口はトトさんどうぞ。はい、ね、いただきます。うわ美味しそう。いくこれよこれほんまにこれが分かりやすい例えよ。まあ、ごちそうさまでした。美味しかったですよね、皆さん。美味しいんかな。味はでも確かに悪くない。これがなんかほんまに水っすね。今までに感じたことない感じ。なんか水入れたらほんまにいけると思う。だからこれで卵ちょっと減らしてなんかシェイクっぽくなったらいつかマクドとかにありそうな味してるわ。おお、確かに確かに。味で言ったらほんまに味で言ったら美味しいっす、うん、ですよね。ガチで多分な、ただこれが活躍してるだけです。これが入ってき方は入ってき方が気持ち悪かったけど、ここよりの。いや、ただ体にいいんで本当に。まあ、そうですよね。タンパク質コラーゲンはもう野球選手とっても欠かせない。でもストレスになるの結局体にもある。精神的な心身的あ心的なね。そうね。てな感じでね。はい、今日のオパキュードリンクはこんな感じでした。はい、で皆さんのおすすめのパウダーとかプロテインとか、はい、おすすめのものがあればコメント欄にぜひコメントしてくださいよ。お願いします。はい、じゃあ締めますか。締めましょう。気分悪くなってるよ。疲れてる。でも多分見てる人たちってもう多分誰が誰か分かんないです今。そうだね、真っ黒すぎてどんどん暗くなっていってなんかほんまになんか夜集まってる中学生のやつみたいな楽しいよみたいな感じだけど今この感覚ほんまに悪い人じゃないですよ。はい、怪しまれてるけどね確実に寒い。はい、で今日はこの海選手僕もオパキュやってたんで、はい、もう今日はオパキュ VS アメモプラスさん、はい、VS サムライジャパン、はい、VS ちゃうわ、はい、もうオパキューのコールド勝ちでしょ。もう頭三つ抜けてオパキューの勝ちでしょ。何言ってるか分からへん。ほらほら今もう思ってもうずっと分からん。何言ってるか全然分からんのよ。ただここは気持ち悪い僕は、うん、って感じで、はい、今日はこのアメンボラスさんと一緒にコラボさせていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に DM 送っていただいて、はい、またよろしくお願いします。また今後ともお願いします。はい、お願いします。じゃあ今度は翔太さんともう絶対出るんで、はい、対決するんで、はいはい、楽しみにしてくださいね。しっかり直しとくんで、もう治るんで絶対に。オパキューはもうその頃にも150キロバリバリ掘ってる。確かに、はい、俺も準備しとかなかも、なんだかな。お前は僕は…まあ、足っすかね。足ね、いってらっしゃい。ありがとうございました。あ、皆さんあの概要欄からアメモプラスさんの方に飛んでくださいね。もちろん明るい動画が上がってますので翔太さんのバッティングチェックしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。では、いってらっしゃい。いってらっしゃい。そんな感じだよ。出てくるんだけど、これね、マジで個体なんで、あ、多分バリたいけど。うわ、ついてる。おパパ、おパパ、おパパ、おパキュー。おパおパおパキュキュキュノノノキュー。おパパ、おパパ、おパパ、おパキュー。おパおパおパキュキュキュノノノキュー。いいさ、このくらいで。やらなくてもこれからさ何曜日でもぐっと増えるかな。シャラララララシャラララオパキューシャラララシャラオパキューシャラララララシャラララオパキューすぐにお腹鳴るシャラララララシャラララオパキューシャラララララ
シャラオーバーキュー、シャラララララシャラララオーバーキュー、すぐに眠くなる。チャンネル登録でオパとアクション。マジで取れないですわ。